いや、私、田尻さんと試合します。え、はい、え、ちょっと決めました。いや、ちょっと待って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 、いや、はい、私も試合でバズソキック使わせていただいてるんで。多いよね、結構、はい、その元祖は、その田尻さんのバズソキックを見てバズソキック使いたいと思ったので、うん、はい、田尻さんにバズソをやっちゃったらすごいね。はい、絶対決めます、田尻さんに。うわ、あの、まあ、男子の方と試合を したことがあるとはいえ、やっぱ男子と女子の一発の、あのスラムでもボディスラムでもダメージが全然違うわけですよ。大きさの作りも違うからね。はい、ということでタッグマッチだったらタッグマッチどうなるかって考えたら、やっぱり私のパートナーは、まあ、田中みのるさん一択で。一択なんだ。あ、まあね、あの直接教えてもらってるコーチだからね。はい、まあ、まだみのるさんには言ってないんですけど、まあ、みのるさんは優しいのでみのるちゃんのやりたいなら全力で協力するよっていう言ってるみのるさんがもう想像できるので、まあ、そういう信頼関係がある。はい、まあ、なるほどな、はい、それでもちょっと待ってよ、そしたら小波田中みのる組 VS あれ、だから田尻さんのパートナーがいないかな、はい、そうですね、まあ田尻さんのパートナーは田尻さんに見つけてきていただいてあの女子よく前もそれでよく丸投げするよねあれ、まあでもちょっと、まあ、一応そういう話だったら自分も考えるし、うん、一応私が田尻さんの方に連絡を取るけど、え、今度9月26日に出ていただくっていう、はい、話なんですけど、はい、なかなかカードが決まらなくて申し訳ないんですが、 あの、コナミ選手がですね、はい、あの田尻さんが興行出るって聞いた途端に、うん、ぜひ田尻さんとやりたいと言ってきまして、今まで全く接点がなかったんで、はい、一度世界の田尻さんとやってみたいっていうのを強行に言うんですよ。まあ、でも、いくらなんでもシングルマッチありえないと思うんで。いや、僕は先生が思うんですよ。いや、でも、あの、興行で組む方が心配です。はい、絶対変なこともしませんけどね。いやいや、そういう意味でも、あの、それで、まあ、どうするって相談したらですね、うん、あの、今、コナミのコーチは田中みどるさんなんですけど、もう2年ぐらい、あの、みどるでもらってるんですけど、で、まあ、あの、みどるコーチと、タッグを組むんで、はい、田尻さんの方も、どなたか、女子の、タッグパートナーを、選んでいただいて、というところなんですよ。はい、どういう感じの選手がいいなとか、そういうご希望とかないですか？そうですね、やっぱりですね、そうですね、あれ、小波選手とか可愛くですね。はい、あっ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 、もちろん強いっていう。そうですね、なるべく僕が 楽できる強い人だと思うんですね。今強いっていうと、そうですね、いっぱいいますけど、今パッと浮かぶって言ったら、スターダムの、一緒ですかね。あの子はね、強い子だ。あの、なんか、その時ね、そうです、確かね。その後ですね、あの、いろんな経験を積んで、現在、スターダムの、やってる上に、団体の代表の、これを、一番じゃないですかね。あの、僕も今、そうですあ、そうでしたね。いや、あれの決勝もすごかったですね。じゃあ、その子、あ、いいんですか。よろしいですか。あ、僕はもうここから、はい、もう楽だと言うんだろう。
あ、楽が強い確かに強いですけどね、うん、もうどうしても小波があの田尻さんともう試合がしたくてしょうがないらしい、うん、小波選手、田中美濃選手が組んで、田尻さんと、はい、ということでこれメインイベントで、はい、行きたいと思います。わかりました。猫かったままですいませんけどよろしくお願いします。